お、チャプター14、希望を求めて。すまねえ、本当にすまねえ。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。エルミナ、やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた、うん、俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。確かに絶対解放せえへん。たった一人の古代種となれば科学部門が黙っていない。科学部門、科学部門には宝条という人を人とも思わない。やめておくれ。宝条でもまた新しいやつ出てきたな。少し考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。寝方すごティファにベッド上げてるからか。ドアが開こうとしたな今。エアリス？え？え？エアリス？それぞれの決意。エアリスおったな今。幻覚か？え？出てった？ちょっと怖いな。どこ行った？あ、おっとおっとおっと。向こうや。ここにエアリスおる。え？本物？そんなわけないよな。絶対幻覚よな。え、怖い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 。セフィロスに化けたりせえへんか？どっちどっちどっち無事なのか。どっち？この通り。私子供の頃シンラにいたの。あ、本物か。エルミナから聞いた。そっか。だからね、昔住んでた家に帰ってきたみたい。え、居心地悪くないよ。夢か、それともエアリスの能力か。ここよりいいのか。わけわからんな。意地悪。エルミナも心配している。夢に入ってこれんのか。もクラウドも当たり前だかわいい。心配かけてごめん。オーロラ魔法か。あれ綺麗な。あれはとは必ず死ぬだろうなだから正しくちゃんと自分らしく生きなくちゃ。一瞬、この一瞬を大切に。覚えておこう。あのね、この一瞬を大切にだろ。クラウドと会えて嬉しかった。え、かけてくれた言葉一つ一つ。もうなんか会われへんみたいな言い方やん。してくれたこと一つ一つ全部嬉しかった。一
緒にいられて楽しかった。おいおい、でもね、好きにならないで急に自意識過剰え？どういうこと？もしそうなっても気のせいだよ。気のせい？あ、うわ、やっぱ夢か。幻覚か。ずいぶん一方的だな。もう朝、行かなくちゃ。迎えに行く。悔しいけど嬉しい。うわぁ、夢か。クラウド、エアリスのこと好きなんか？あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。アレット、破壊しかできんぞ。エルミナ、あれから考えてみたよ。呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。ティファン、助けたいんです。友達だから。分かってくれた？うすうす分かってたのさ。いつかこういう日が来るんじゃないかってね。まあまあ、そうやろな。それでもエアリスを助けてやっておくれ。よし、任せろ。父ちゃん。ああ、マリン。マリン。かわいいな、ほんま。行っちゃうの？気使って出てった、二人が。すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。エルミナ、次はマリンを助けてくれ。でもそれじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる、実はな、父ちゃんそいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。かっこいい父ちゃんやんけ、バレット。いや、だから行かねえと急にトグロ感、トグロ兄弟感出てきたけど。助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。うん、あのね、あのお姉ちゃんね。そう、マリンはなんか知ってんねん。助けてあげて。シーって言われたもんな。任せろ。マリンも特別な子か、もしかして。帰ってくるよね。ああ、絶対だ。わあ、このチャプター、このチャプターっていうか。じゃあ、行ってらっしゃい。わあ、この辺もう感動会やな。いや、絶対帰ってこよな、バレット。バレット、お、サングラスもかけて。大丈夫だ。よし、死んだビルに乗り込むか。目的を忘れるな。分かってるよ、エアリスの救出だろ。よし。お、マテリア落ちる。でも上までどうやって行く？鉄道は動いてないよね。じゃ、線路を歩くか。歩きマニア、今は非常事態だ。表立ったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ、裏ルートがあるの。確かに。そういうこと知ってそうな人って。コルネオ。コルネオ、うえー、コルネオのとこ行くの？マジか、あいつか。歩きマニアってなんなん、マジで。マテリア、歩きマニア、
マテリアをつけて動き回ると歩数がカウントされます。歩数が目標数に達すると何かいいことがあるようですね。それつけとくか気になるな。はい、注目情報やキリエの大スクープだよ。なんかおるぞ。情報やキリエ、キリエちゃんが仕入れてきた取れたてピンダグループのアバランチが1番と5番の後調子に乗って7番マコールまで爆破したんだけど、ほう、素人の悲しさで爆弾の威力を把握していなかった。なんかまた可愛いキャラ出てきたぞ。その結果がこの大惨事。しかもウータイから莫大な資金援助を受けてたんだって。ウータイ出た。ウータイ反死んだなんて大層な看板を掲げてるけど、実際はウータイの手先というかただの使いっ走り。我慢しろ我慢しろ。これが真相。上で仕入れたばかりの最新ニュースだよ。はーい、ゴギル、ゴギルちょうだい。マジかよ、油断も隙もねえな。ウータイは結局魔法が妬ましいのさ。また戦争になるのかい。仕掛けてきたのはあっちだ、仕方ないだろ何もや、キリエ。ねえゴギル、情報はタダじゃないんだよウータイの手先じゃねえ。他はともかくそこだけははっきりさせねえと。バレットやめとけ。バレット、私たちの主張なんてもう誰も聞いてくれないよ。腕と体がごめん、同じ太さティファ、なあティファ、俺たちは反省も後悔も許されない身だ。こっから先はもうただただひたすら前進あるのみ。うん、何があろうと阪神らの火は消さねえ。ウータイがまだ出てきてないよな。でも今は前だけじゃなくて周りも見て、みんな怯えてる。だからお願い。お、何でもや最後の仕事。プレートが落下し困っている人々がスラムの各所にいます。神羅ビルに乗り込んでしまうと何でもやの仕事はできなくなる。ああ、なるほどね。あ、オッケーオッケー、了解了解。困ってる人がいたらできるだけ助けてあげたいな。サブクエスト出る？ああ、まだ出んのか。なんか探すなあかんって感じね。了解、ちょっとじゃあ探すか。あ、おったおった、サムちゃん。クラウドさんですよね。ちゃうわ、スタッフや。いいところにいらっしゃいましたオーナーのサムから話は聞いて。見た目一緒やね。凄腕の元ソルジャーの何でも屋だとか。そこでご相談なんですが、うちのチョコボたちを探してもらえないでしょうか。お、いいよいいよ。実はプレート落下の衝撃に驚いて逃げてしまったんです。チョコボ捕獲ね。怯えてお腹を空かせているはずです。来る時に一人おったけどな。かわいそうに。そりゃ大変だな。わかった、気にしておくぜ。ありがとうございます。見つけたらこれを食べさせてください。野菜逃げたのは3羽3羽。名前はカカ、ロロ、モモです。カカ、ロロ、モモね。野菜を食べて落ち着けば自分たちで帰ってくるはずです。よろしくお願いします。オッケー、任せろ任せろ。チョコボ車でファストトラベル、おお、いいよいいよ。チョコボ車に乗ると目的地は手早く移動。あ、めっちゃいいね。あ、行き先が増えていきます。よしよしよし、チョコボ見つけようか。お、こんな移動できんねや、すげえ。あ、今は2つね。あ、で3つ、はい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 、あっこだあっこだあっこを見つければそこにも行けるようになると。あ、了解了解。あ、めっちゃいいやん。よし、じゃあちょっと見つけに行こうか。どこまで行ったんだろう。ハニービー先生やんこいつもサブクエストか。お、クラウドさん、麦たちを見ませんでした？日課の見回りに行ったみたいなんです。ああ、見回りね。今日は中止にしなさいと言うべきでした。もし子供たちを見かけたら帰るように伝えてくれませんか？オッケーオッケー。子供たちの特徴は多分わかる。あんたは動くんじゃねえぞ。ここで子供たちを迎えてやれ。いいな。あ、はい、そうします。よろしくお願いしますちょっとビビってるやんバレットにビビってるやんけ。消えた子供たち、子供たちも探すねんな。了解、チョコボと子供たち探そう。
お、新聞記者。お、なんで皆さん、いいところにいらっしゃった。どうもどうも。自分、活力新聞で知ってるよ、デマ。記者をやってるものでして。うん。何が新聞だ。神羅の宣伝ばっかじゃない。あ、そうなんや。まあ、ただ、だからこそ手に入る情報もありまして。興味あります、ね、いや興味しかないな。実はですね、神羅の某部署がコルネオの財宝を押収することになったのです。コルネオ。なんとその財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんです。ほう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 。その鍵を奪ったのがやっぱり何を隠す噂のスラムエンジェルなんですよ。神羅やコルネオを付け狙う5番がイスラムの盗賊です。絶対あのババアやと思うんだけどな。あのスラムエンジェルがまた現れたんです。どうです、今度こそ興味ありません。まあ、ねえこともねえな。でも時間もねえ。興味ありですね。では何でも屋さん、スラムエンジェルのアジトは覚えてますよね。はい。あんた懲りてないの。うん、懲りてないね。いえね、前向きに考えようかと思いまして。スラムエンジェルに狙われるならそれはそれでネタになるなと。記者魂が炸裂してんな。何をさせる気だ。鍵取ってこいって感じ。鍵を取り返したら財宝は皆さんの。あ、マジか。財宝は欲しいな。スラムエンジェルの正体が知りたいだけなんです。なので何か分かったらちょこっと情報をいただければ。絶対あのババやと思うんだけどな。隠し財産ね。お、ジョニーやんけ。久々やな。元気してたか。兄貴、ティファ、無事だったんだ。よかった。その呼び方はやめろ。兄貴。兄貴、折り入ってお願いがあるんですけど。速攻無視される。聞いてくれます。何や。言ってみろ。実は俺、いろいろあって町から出ることにしたんです。うん。そしたら。俺らが脅してんけどな。全財産をすられちまったんですよ。なんて不運でかわいそうな俺。自分で言うな。途中まで追いかけたんだけど逃げられちまって、もうお先真っ暗。助けてくださいよ兄貴。そのヒゲは毎朝剃ってんのかお前。犯人の特徴は。兄貴、犯人の特徴ですよね。うん。黒髪の可愛らしい女の子で、黒髪、帽子をかぶってて、帽子、あとそうだ、しましまの靴下を履いてました。あの情報屋ちゃん。キリエか。キリエ、ほら。どっちに行った。教会の方に。オッケーオッケー。キリエ、おてんば盗賊。あいつ盗賊やったやん。悪いやつか。あ、キリエ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 おった、キリエおった、キリエおった、キリエおった。さあ、全財産、ジョニーの全財産返してもらうか。あれ、消えた。え？え？消えてんけど。あ、おったおった。キリエ。何してんねんお前。花見て。わ、私何もしてませんから、人違いです。怪しい。キリエだな。え、誰ですか、キリエって。可愛らしい名前。友達があなたに全財産を取られて困ってるの。ああ、なんだ、そっちか。驚かさないでよ。どっちやったらあかんねん。思い出したぜ。お前あれだろ、五番街でガセネタを売ってたやつ。そうそうそう。ああ、はいはい、そういうこともありましたね。あ、あなた、そのすっごい剣、噂の何でも屋さんだよね。おお、めっちゃ知ってんねや。なんて運がいいの。めっちゃ広まってんな。今、神羅に追われてるの。助けて。神羅に追われてんの。なんで。神羅からも吸ったのか。間違い、手違い、勘違い。神羅の人をかもっちゃって。追いかけ回されてもう最悪。あ、でもでも取ったのはこのボロい鍵だけだよ。あいつか。鍵泥棒はお前かよ。あ、それね。う、何、そんな評判になってるの。はいはいはい。記者の言ってたやつ、これか。それとも一生ビクビクしながら暮らすの。ええキャラしとんなお前。キリエ、私の友達から盗んだものを返して。めっちゃ優しく言ってる。鍵もちょうだい。カツアゲ、優しいカツアゲやな。したら行っちゃうでしょ。一人になりたくない。
どうした、わわわ言うて。シンラは何とかする。だから返せ。やったシンラの奴らは嘘泣きか。ボートマーケットの闘技場にいると思う。闘技場、スペシャルな試合があって、それに私が出場するの。どういう意味や。宣伝はバッチリ。本当？もちろんガセだよ。お前よく無事に生きてきたな。すごいね、ガセネタ。ああ、ここにいるから。ガセネタキリエやな。教えてね。ほうほうほう。やっと取れたぜこのマテリア。あ、チャクラなんや。そんないらんな。お、なんかあるマテリアか。薬効の花。へえ。よーし、やってきたよ。どうだった。安心しろ、もうシンラは追ってこない。ほんと、ああよかった。きっとはこれだろう。うん、相手はちゃんと選ばないとね。そうじゃねえだろう。よし、これにて一件落着。というわけで、そろそろ家に帰らないと。どこに住んでんねやお前。待ちな。ミレイユ。あ、おばあちゃん。おばあちゃん。なんで。たく、心配させるんじゃないよ。孫が世話になったね。やっぱスラムエンジェルやなお前ら。あれ、言ってなかったかい。怪盗やしな。あなたは私の孫だよ。目元なんかそっくりだろ。いや、全然似てないけどな。鍵を何でも屋に渡しな。はい。キリエはミレイユの、ね、あ、ジョニーの財布もいいね、いいね。うるさいね。自分の尻も拭えない。あんたには早いしろ。ミレイユ貫禄出る、出てるな。その例えやだよ。怪盗親子、親子ちゃうか。誰かに構わず盗むのはもうやめにしな。たとえ泥棒でも、うん、しっかり覚悟とプライドを。スラムエンジェル感出してくるね、ミレイユ。スラムエンジェルを名乗りたければね。お、スラムエンジェル。あんたはアバランチだろ。暴れてる。さすがやね。じゃあまだまだやり残したことがあるんだろ。あるんだよ。私も同じだよ。アバランチを名乗ったり、スラムエンジェルを名乗ったり、覚悟を決めて精一杯生きようじゃないか。私たちは何にでもなれるだろ。これね、宝物庫のメモ。何があんねやろな、宝物。あんたか、盗まれたジョニーの財布、エクストラ。コルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。地下下水道、あっこか。あっこに戻るってことね。了解了解。ジョニーの財布渡しに行こうか。どうする。よし、返し取り返してきたよ、ジョニー。裸ジャケット野郎。俺の財布。兄貴、兄貴はやっぱ兄貴。寝起きもこのテンションなんかな、こいつ。言い方はやめろ。とにかくこれで旅立てる。行くの。どこ行くんやろ。ディファ、止めないでくれ。勘違いやろ。実は俺、命を狙われてて、ここにはいられない。嘘つけよ、勘違いやろ、全部。うん。でも、ティファがどうしても行かないですって。命狙われてて、あのことか、俺らがやったことか。ジョニー、元気でね。え、はい、あっさり。ジョニーならどこでもうまくやっていけるよ。辛いなジョニー。おお、力が湧いてきた。脳筋バカ野郎やな、ティファは。相変わらず俺の女神だ。それじゃあ兄貴、ティファ元気で。その垂れた前髪も全部あげろよ。よーし、エクストラクリアしたね。よし、残りのサブクエも突破するか。はい、サブクエストを終わらせて、まあ一個残ってんねんけど、まあ、コルネオのとこ行かないと無理らしいから、ちょっと来ました。こいつちょっと怪しいんよね、やっぱり。お前たちか。レズリー。何の用だ。タークスやろ、お前。実は。私たち、プレートの上へ行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほど。それなら俺も知っている。本当か。
教えてくれ。こっちに来い。お、教えてくれんのか。こいつなんかほんまいいやつやんな、意外と。話だけは聞こう。どこ行った？地下に逃げたか。なんだこの落とされた穴や。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。うん。何しに行くの？コルネオの隠れ家がある。隠れ家？そこまで行きたい。なるほどね。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。まあいいんちゃう、信じても。わかった、手を貸そう。いいのか？裏切れば切る。それで構わない。単純明快。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。オッケー。準備万端やけどな。情報収集。なんか落ちないかな。よし、行こう。準備はいいか？はい。じゃあ降りようか。で、何なんだこの穴？侵入者用の落とし穴だ。あ？生きて戻ったやつはいない。おるよ。いや、いなかったというべき。あ、そうそうそう、俺らが生きて助かったよ。猛獣おったもんな。さて、コルネオの秘密基地アジトどこや。地下下水道戻ってきたな。本当に上へ行く方法を教えんだな。あんたらが仕事をしたらな。俺はまだ信用しちゃいねえぞ。少しでも妙な真似しやがったら蜂の巣にはなりたくねえよな。そう、バレットの武器変えてんな、鉄球みたいな。それはモンスターに頼む。手ごわいやつが多くてな。俺一人じゃさすがにきつい。でもあんたたちなら楽勝だろ。まあ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 、任してくれよ。さっさと済ませよう。オッケー。地下下水道進む。レスリーについていけばいいか。クラウドの武器も変えました。一刀両断って書いてる。かっこいい。先に行ってくれ。俺は少し離れてついていく。怪しいね。まあ行くか。ここ前は閉まってた。逃げ込んだんか。安全確保よろしく。はいはい。敵を倒してくれってか。オーディションの時どうして助けてくれたの？確かに。アニアンに頼まれたからだ。アニアン。それだけ？俺はあそこまで捨て身にはなれなかった。え？ほら。早く行ってくれ。クラウドのことか。助走してまで。確かにな。アニアンと繋がってるんか、レズリーは。よし、行くか。あいつ出てくるんじゃん、あの逃げた怪物。ああ。プレートの上へ行く方法は。中だ。中？最後まで付き合えるね。悪いね。だがあんたたちには。なやなやなや。うわ、あれやん、ちっちゃいやつやん、あの ボスの。地下下水道で出てきた。待て。え、何か取ってった。え、大事なものなんだ。ここの鍵が入ってる。おいおいおい、おうぞ。え、何あのちっちゃいの。え、あのボスの子供。よし、倒した。さあ返してもらおうか鍵。何取られてんねんレズリー。返してくれ。
大事なもんやん。それ返してくれ。ねえ、ティファも知ってるやつか。何これ。鍵じゃねえのか。すまない。え、大切なもの。お前のもんじゃねえよな。女の子か。もしかしてコルネオに。身内の形見か。家族はいない。レズリーにも悲しい過去。夢を見てたんだよ私たち。名前つけたれよ、レズリーの恋人って。花言葉。花言葉。うん、私のことは忘れて。どうした。うわ、泣いてるやん。うわ、絶対可愛い後ろ姿でわかる。半年前、彼女はコルネオの嫁に選ばれた後。うわ、やっぱり。そのまま姿を消した。だからか。だから助けてくれたやろ。その時突っ返されたんだ。ひどいだろ。結構いい値段したんだけどな。かわいそう。あなたの目的って恋人を探すことか。復讐だ。復讐。今更だってことは分かってる。それでも肩をつけないと俺はどこにも行けないんだ。ええやん。好きにしろ。かっこいいやお前。俺たちは上に行ければそれでいい。分かってる。そっちは任せてくれ。気に入ったぜバレットは好きそうやな。情に熱い男は。よし行くか。近道だ。因縁の決着。レズリーです。コルネオさんに報告があってきました。コルネオおるんかな。ほひ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 言うとるわ。はい。ほひ、アバランチの子猫ちゃんたちは捕まえてくるのがお前の仕事だろう。すいません、そのことで報告が。相変わらずキモいね。お、やる気か。おい、意外と強い。レズリー、バレてたんか。俺がなんで隠れてるか知ってるよな。アバランチの子猫ちゃんに。シーと喋りすぎて。あ、シンラに狙われてる。シンラに狙われてる。あー、やっぱりね。やられろよ、それ。プレートがダダダダダーンで、うん、もっともっと被害が大きくなるはずが。クズやな、マジで。コルネオ、あいつらがスラムの奴らを避難させちまいやがってプルプル揺れてるお腹が気になる。ここだけの話。バレット、もうちょい我慢しろよ。シンラはミッドガルを捨てて新しい楽園を作るつもり。マジか。俺はそこで新生ウォールマーケットのドッになるはずが。そういう契約ね。今はお尋ね者をざまあ見ろ。何がラブや。しばくぞ。レズリー、お前には新しい店を任せようと思ってたのに。それよりもレズリーの恋人どこやってん。お前、残念だよ。さーて問題です。出た問題。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラとまたやん。価値を確信してる時やろ。どんな時でしょうか。もしかしてバレてる。勝利を確信している時ですよね。正解は本当にそうか。おい、かっこいい。ポヒポヒ。七番街の件詳しく聞かせてもらおうが。さあ、ふざけてんのか。ほひ、残念。冷静バレット。おい待て、もしかしあいつ出てくるんじゃん。うわー、やっぱまた来たこいつ。うわ、大丈夫かレズリー。それじゃあブスちゃん、あとはよろしく。やろう。
おいおい、2回目かよ。うわ、ベビーモル。まずはこいつを黙らせ。よし、任しておくれ。まずはクズから、クズどもからいくか。オッケー、一丁上がり。こいつはなんで隠れてんねん。よし、オッケー。お、もう退治した。オッケー。あ、もう一匹おんね。なんで隠れてんこいつ。よし、もう退治したね。了解了解。で、こいつはそう、炎が弱点やから、ファイガーをとりあえず角に打っとくか。オッケー。出た、下水道。ちょっとたまには戦いも多く見せようか。さあ、フリート召喚して。あー、やばい、下水つまみ来る。待てよ、どっから来る、どっから来る、どっから来る。あ、あっ、ここか。オッケーオッケーオッケー。じゃあこっちから行って、こいつファイヤーが弱点やん。で、だからアイテムで MP 回復させて、追加系やばい。オッケー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 。で、今のうちにマジックでファイガを尻尾に行くか。オッケー、津波ラッシュ、やばいやばいやばい。そっちとそっちね。あ、じゃあ真ん中におればいいんだ。オッケーオッケーオッケー。じゃあイフリートでクリムゾンダイブや。ナイス、勝ったね。イフリート強いな。よし、待っとけコルネオ、再会のために。もしかして恋人か、レズリーの。大丈夫か、大丈夫か。コルネオは逃げた。すまねえ、逃がしちまった。くそ、あいつほんま。そうか、ネックレスは無事やね。また下がった。どうせ他にやることもない。アバランチ来いよ、お前。探すのはコルネオでいいの？確かに、恋人探そう。ティファいいこと言うな。大事な人なんでしょ。うん。いなくなってから気がつくんだよな。お前はまだ間に合うだろう。バレット、そんなこと言うなよ。花言葉、花言葉、どういう意味だったんだろうな。エアリスならわかるぞ。あ、再会ちゃん、黄色の花。再会だよ。え、花言葉は再会。やっぱり、うわ、鳥肌だった今。えぐ、つながるね。探そうぜレズリー。あいつを探すのが先だな。うん、ありがとう。いい顔。約束忘れてねえだろうな。上へ行くための方法ね。分かってる。あった、地上に出よう。何それ、上へ行く方法を教える。何今の。何何何。 OK。 あ、なんかで行けるね。何やこれ。あー、近道か。あ、 OKOKOK。よし、じゃあ上行くか。地上に戻りますか。はい。